キチャンネル。しかもなんかメジャー行きたいとか言ってるしね。あ、そうなんですか。はい、だからもしうまくいったら日本ハムの有原とか石川とか、はい、下手したポスティングじゃんね、今年の。もう今年のですか。うん、うまくいけばね。こういう時って出てない選手何してるんですか、レギュラーメンバー。もう下手したら室内で練習してる。ああ。もうベンチにもいないと思う。うーん、出なかったら。だから多分いないと思うよ、主力は。あ、そう。練習してると思う。あそこにもじゃあいないってこと。多分いないと思う。うーん、鎌本。あれ、サッカーの鎌本さんの親戚らしい。あ、そうなんですか。へえ。嘘。来た、リチャード。登録名リチャードですか。もう変わったんだよね。リチャード砂川からリチャード。リチャード、そうなの。めちゃくちゃ細いですね、うん、まあでもこれから多分でかくなっていくと思うよ、うん、パーツパーツかね。足細い。やっぱホークスみんな背高いですね、うん、187、90とか、うん、185、和田が170代ですけど背高っ。佐藤さん70いくつでしたっけ。5か。俺だって超ちっちゃいよ。もっと大きく見えますね。でも体力ないまだここまでいいなって人いないですか。うん、特にいないね。でもあと知ってるやつが多いからね。ああ、うん、そうです。新しい人あんまりいないですよね、うんうんうん、ソフトバンクで言うと、まあ、俺がそんな詳しく見たことないのが、まあ、栗原柳町だね。はい、ルーキーですもんね、うん、柳町選手で。ロッテだと福田浩紀だけだからね。そうですね、うん、だから知ってるからね。確かにそうですね。来たよ、ハーマンである。ハーマンだ。ハーバード大ですよ。はい。まあ学歴でやると能力変わらないからね。はい、これは定期応答。そうだね、定期応答ハーバード一緒ぐらいですよね。まあ、野球選手はちょっと俺の方が高いかもしれない。今のところね。そうですね、うん、はい、147キロ。ロッテもハーマンがハマらなきゃ痛いからね。そうですね、ピッチャー陣。あとジャクソンが怪我してるから、はい、肩離れかなんかで、うんうん、多分もう開幕多分間に合わないだろうから。うん、50試合投げてますよね。防御率も 3.04。あんま悪いイメージはないんですけどね。でも多分ブセニッツの方がいいっていう判断されたんですね。ブセニッツさんの方がいいと。はい、あとシャギワっていうのも入りましたからね。加山投手みたいなこういうちょっとサイド気味の人って右バッターはでもやっぱり結構見やすいんですか。人によるよね、結局は。その左手が隠れて出てくるのかとか。はい、あれピッチャー小野って言ってました。うん、これ楽天のやつじゃない。ロッテ行ったんでしたっけ。うん、人的保障で。ああ、そうだ。結局まあ球は速いに越したことないけど、速いだけじゃダメなんだよ。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、ね、見てきました ね、 ね、はい、宮崎、宮崎ソフトバンク対ロッテ戦の、はい、まあ、練習試合を、はい、まあ、見てきましたけど、はい、初めてですね。何ですか。東京出て、はい、そうですね。ロケ一回やりましたけど、都内でしたしね。有楽町銀座方面だったから、はい、そうですね。宮崎まで来ましたよ、ね、しかもなんか服装もお互いちょっとグレーのジャケット。さすがにね、ポロシャツは無理だね。私もちょっとノースリーブは無理ですね。外寒いし、はい、あと球場にポロシャツまだネクタイいるよね。そうです、ね、クールビズじゃないしね。はい、やっぱちょっと球場の中って若干ピリッとした雰囲気あるので。そうそう、しかもここから開幕に向けてね、はい、と行くところで、はい、チャラチャラした服装ではさすが、ね、に僕も無理ですね、はい、私もちょっとこう悪目立ちしたくなかったんで。これはこのジャケット、うん、私大学時代に買ったんですよ。そうなんですか。はい、大学2年生ぐらいの時に買ったやつなんですけど、うん、物持ち良くないですか。いいですね。これ2013年の楽天が日本一になった時の日本シリーズの取材の時もこれ着てました。じゃあ縁起物っすね。そう、そうなんですよ、はい、でもヒーローインタビューの時これ一回向きなかった。あ、一回着たかな。買ってます、は
いいものはね、長く着ればいいんですよ。そうですね。しかも流行り廃りがあるわけじゃないしね。そうなんですよ。何にも流行りがないやつなので、もう10年着ます。そうですね。はい、体型が変わらなければ着れます。頑張ります。はい。で、まあね、ソフトバンクとロッテ戦、はい、まあ、今年でね、言えば両チームともに大きな戦力補強があった。はい。だからまあ、ソフトバンクはね、今日も出てましたけど、バレンティンがね、入ってどうなるのかっていうところと、あとはやっぱり昨年のプレミア12でやっぱ大活躍したシュート選手が今日もセカンド守ってましたけど、はい、まあ、結果こそ出なかったですけど、まあ、いい感じのバッティングもしましたし、ひょっとしたらうまくいけばレギュラー狙えるポジションいるなっていう感じがしますね。今日は1番 ね、 そうです ね、 ね、もしソフトバンクで1番にシュートがはまって、はい、そこがうまく回れば足も使えるし、あと飛び道具のねバレンティンとかグラシアルとかの外国人柳田選手もいるし、はい、もう層としてはすごい厚みが増すんで、でやっぱそのシュート選手個人的に言えばホークスでレギュラーにならないと、はい、もう東京オリンピックにはいけないんで、そうですね、はい、で前半でアピールしないといけないですからね。 そのためにもやっぱその、まあ、個人として、ね、やっぱチームでレギュラー取るっていうのも、まあ、それはもちろん大事ですけど、はい、その先には侍ジャパンのこう東京オリンピック代表入りもあるから、はい、まあ、今年にねかける思いは強いと思いますけど、まあ、楽しみです ね、 そうですね、どうなるのかが。やっぱね、周東選手の人気がね垣間見えましたよ。人気あったですか、やっぱり。やっぱり拍手の王子さみたいなものってなんとなくこう入ってくるんですけど、あるんですよね、周東みたいなそういうのをね如実に感じますよね。感じます。同じところでやってるのに、はい、人によって拍手の量が違うって何気にこの傷つきますよね。あれ選手でやってても分かるもんですか。分かりますよね。あとなんか一番なんとかこれ拍手の量ね、あのスターティングメンバー発表される時の拍手の量、はい、統一にしてほしい。マジで人によって変えるんだって。みんな同じようにね拍手をしていただいてね。いや、そうじゃないと、はい、なんか期待されてないんちゃうかって思っちゃうじゃんね。そんなことないです。いやいや、拍手の量が期待値の量でしょ。うん、はい。いや、でも分かんないです。それを保っていかないといけないし、もっと増やしていかないといけないですしね。うん、そうですね、うん。あとはまあ若手のね、リチャードね、はい、まだ育成ですけど、はい、まあ、ファーストで途中からサードとね、複数ポジション回ってましたけど、今日全体的にタイミング合ってなかったですね。はい、バッティングが。そうですね。ちょっと見逃しとか三振が多かったかな。そうですね。相手に合わせられなかったんで、うん、まあ、ここからはもうね、力があるっていうことはもう十分分かってるんで、はい、ここからは相手投手に合わせていけるかどうかで、背番号ミケダがね、はい、二桁になっていけば、面白い存在になってくるし、うん、まあ、彼にとっても勝負どころですよね。はい。ここら辺がね。ホークスは結構その、今からまだ若手と言われる選手を結構出してましたよね。そうですね。だから、鎌田とか。鎌本ね。はい。鎌本。あと、で、柳町。あ、そうですね。キャッチャー栗原とかね。はい。下位打線は結構、若手を使いながら、うん、まあ、チームとしてもね、怪我人もいたりするんで、はい、そういったところは若いのを使ってね、押し上げていくっていうね、はい、ところでは、まあ、楽しさはありますよね。でも思ったのはやっぱり中村晃選手とか長谷川選手が来て出てから点がボーンと入ったじゃないですか。結局ね、今日も活躍してるのがね、うん、マッチ、はい、中村晃、はい、長谷川っていう、はい、主力。いや、でもやっぱ出てきてさすがだなって感じしますねだからそこにね、うん、ついていかないと結局レギュラーになっていけないんで、はい、だからそのやっぱ出てきて簡単にパンって打つぐらいのやっぱ選手の能力は試されてますよね、若手にもね、はい、この時期は。だからもうだって1ヶ月もないわけですから。いや、そうですよ、もうあと20日とかちょっとですよ。そうのんきにやってたら、はい、もうあちくこの方へどうぞみたいなね、はい、ホークスだって言われるわけですよ。あとマリーンズだったらね、はい、裏の方へどうぞって言われるわけですよ、はい、だからまあ ね、 ね、マリーンズで言えばね、ホークスからFA で来た福田選手とか、はい、あとは今日だと新人の福田、だ両福田っすね、うん、そう、福田が2人いると思って、そうですね、ルーキーなんですね。だからまあそのルーキーの福田はね、はい、まあ、ここまで結構バッティングの状態も良さそうだし、うん、あとまあ鈴木大地が抜けた穴を埋めなきゃいけないっていうところでね、はい、どこまで頑張れるかっていうのは楽しみだし、はい、まあ、福田もね、うん、まあ、ホークスからロッテに来て、うん、まあ、正直今までねレギュラーで1回も出たことないっていうところでどこまで成績出せるかっていうところがね、うん、まあ、勝負ですよね、はい、トータル成績でいうとね、ロッテの加藤翔平と、はい、障害成績はそんなに変わんないっていうね。あ、そうなんですか、ところがあるんで、はい、1年間出て、うん、ね、多分守備と走塁はもう完璧にこなせると思うんで、はい、バッティングを1年間右ピッチャー左ピッチャー関係なく出てどこまで結果を残せるかがね、うん、試されてますよね。そうですね、
え、今日のロッテは全体的に見てどうでしたか？淡々と、まあ、ホークスもそうですけど、なんかまあよくあるオープン戦の感じだなっていう、はい、淡々と終わっていくみたいな、これ別にロッテとソフトバンクだからじゃなくて、はい、よく見る光景、うん、こういう感じのね、そうですね、あのまあ、正直選手からすると勝って負けてもどっちでもいいんですよ、はい、レギュラークラスはね、うん、特に別に何も困らない、自分の今キャンプでやってきたこと、はい、新しい試みをやってみて、それが実践の中で通用するのか修正しなきゃいけないのか、やめるかの判断をすることだし、はい、若手はこういったところでしっかり結果出していくことが大事なんで、はい、そういったところではまあ立場によって全然違うんですけど、はい、まあまあこんな感じで淡々と進んでいきますよね、うん、確かに試合見てて淡々としてるなっていう、そうそうそう、だからピッチャーも別に今日増田、はい、失点しましたけど、うん、まあ、別にあの今日2軍から上がってきたばっかりらしくて、うん、今やってきたことを試したりとか、はい、まあ、挑戦の一環だから、はい、まあ、打たれたって言っても別に大したことでもないし、うん、逆に言うとこの1軍を狙っていってる選手は活躍しなきゃいけないですね、はい、だからロッテと藤原とか安田とか、はい、まあ、新人の福田もそうだし、はい、あのそういったところはやっぱ頑張っていかないと、うん、あの1軍の居場所がなくなるんですよね。そうですね、佐藤さん、その安田選手今年まあ頑張らないというふうに言ってましたけど、うん、今日見た感じはどうでしょう？うん、まあ、今日はいい感じなかったですね。でもまあトータルだから、まあ、そう今日1日じゃないですもんね。そうそう、うん、まあ、でもあのそんな悠長なこと言ってられないけどね、はい、では今日1日もやん頑張らないと2軍ドーンと押されるから、毎日試験だから。確かに若手にとっては試験なわけですね。そう、毎日もう若手にとったら即2軍パターンあるからね、うんうん、そうですね、うん、いや私今日ロッテで結構やっぱり楽天から行ったハーマン投手とか小野投手とかも、ハーマン良かったですね。ね、抑えてました、きっちり抑えてましたね。ストライク先行で投げれてたし、変化球も制球よく投げれてたんで、はい、まあ、自分よりのカウントで勝負できれば能力発揮できると思うんですよ、はい、でもまあね、ハーマンも頑張ってくれなきゃ、うん、中継ぎとしてはね、はい、ロッテにとったらすごい大きな課題の一つだから、うん、まあ、ハーマンにかかる期待はね、マリーズとしては大きいですよね。かなりそうあるでしょうね。あと打線がね、レアードとかマーティンとかまだ外国人が来てないんで、はい、まあ、そういったところでどうなるのかっていうところはあるんですけど、うん、はい、まあまあ調整ですよ。まだ調整なんですね。そうなんです、だってあの練習試合も含めてロッテ全然勝ってないらしいんですけど、はい、あのここで一つ問題があって、はい、練習試合オープン戦をガチで勝ちに行って、はい、勝てなかったらもうやばいんですよ、はい、でも別に勝ち負けじゃないよと、はい、やることいっぱいあるんで、うん、そういうのが大事ですよってやってたら別に、ま、勝ち負けそんな重要視することでもないんで、はい、勝った負けたかより何をやったか何がやれなかったか、うん、課題としてやるものはできたのかできなかったのかっていうことがオープン戦、うん、その練習試合とも大事だから、はい、そういったところをやってて負けたんだったら僕は大したことでもないと思うんですけど、うん、全力で勝ちに行くっつって、はい、ずっと負けてたらそれはやばい、やばいですね、それどこか分かんないけどね、はい、まあ、そんなことはないとは信じたいけど、うんうん、だからオープン戦の順位と本当のペナントレースで全然順位違いますもんね、うん、でもたまにね勝ちに行くっつってね、はい、負けてる人たちいるからね、いるんですかオープン戦でね、嘘やろって思うんですけど、はいはい、勝ちに選手が誰で出るか見てるとね、はい、あのこう勝ちに行ってんだとか分かるからね。まあそうですよね、はい、レギュラーメンバーがガンガン出てるのか、早いな、出るのもうガンガン早くない、しかもなかなか変わらんなみたいな、はい、うん、ありますよね、なってくるとこうガチガチ系かなみたいな、ね、対してこっちのチーム半分以上あれあんまり見ない名前だなみたいな、そうそう、またチャレンジ枠だなみたいな感じになってくるあれあれガチかなみたいな、はい、それで負けたらちょっとやばいですよね。そうですねまあでもそういうのはね、あの勝手に妄想しながら見てると楽しいですよ。いや今日も面白かったですよ、やっぱ選手名鑑とか見ながら、あ、このルーキーの選手、あ、こういう選手なんだって見ながらちょっと見たりとか、そうですね、うん、こんなそのキャンプ地なのに、ね、出店めちゃくちゃいっぱいあって、そうですね、結構あるとこ多いですね。へえー、そうなんですか。美味しかったです、そうそう、ね、炭火焼き、はい、僕が隣のね、2軍のところで今日スチュワートって、はい、あのアメリカドラフト1位だった選手が投げてたんですけど、うん、はい、僕がそれを見てる間にご飯食べてたんですよ、はい、だってお腹すいたんだもんだからそのね、スチュワートもね、はい、あの見てきたんですけど、はい、まだやっぱり荒削りですね、うん、ハマったらいい球投げてるんですけど、はい、あのなんかバラつきあるっていうか、うん、再現性に乏しいですね、うん、だからそこら辺は、まあ、まだあの年相応、いくらアメリカドラフト1位って言っても、はい、まあ、年相応なんだなっていう、うん、だからそういうのをその再現性と対応力がつけばたまにこれドーンっていうのはすごかったんですよ。でもなんかこうちょっとバラつきがあるんで、はい、やっぱそのダイヤの原石感をすごいしたっすね。おお、じゃあこれからまだまだどんどん成長していくかもしれない。まだ風貌ね、なんかもう子供みたいな感じなんで、ここからプロの顔つきとか体つきになったらやばくなる。だからね、下手したら日本初
アメリカ人を育てて、メジャーに送り出すっていうね。はい、おだって、要はマイナーでも何でもないんですから。はい、そうですね。はい、だって、もともと日本に来る外国人選手って、そこそこ外国で出来上がってきてから来る人多いですよね。そうそうそう。3A とかメジャー行けないから日本送るとか、うん、もしくは若手で日本来て、して帰ってメジャーリーガーになる人はいますけど、はい、何もなく日本来て、はい、だからね、育てて。楽しみですね。楽しみですよね。どう変化していくのか、外国人も見られるっていう。そうなったら今度はね、はい、いきなりアメリカより日本にいい選手を持ってくるかもわかんないしね、うん、まあ面白いなって。あとでも今年多分そうやったら一軍の試合では見れそうですけどね。あ、そうですか。多分ね。あ、もうそこまで出られそうな感じがある。だからそういったところはまあ楽しみに、シーズンね、はい、開幕あと約1ヶ月、はい、楽しみにしたいですけど、はい、まあ、まだまだオープン戦続きますから。そうですね、はい、まだだってこれを見て見たからって言ってよし、じゃあ順位予想でしようともならないぐらいのレベルですもんね。そんなんでしてたらバカですよ。勝って負けてもどっちでもいいんですから。はい、私は今も選手の名前を覚える段階です。そうですね、新しい選手とかを。まあでもね、はい、だから佐々木チャンネルもシーズン開幕初じゃないですか。はい、そうですね。やばいっすね、浜田さん野球のことが詳しくなりすぎて。いやいや、ちょっとまだ私本当にまだにわかすぎて怖いんですよ。本当大丈夫ですよ。もっともっと勉強します。そうですね、はい、だから今度はね、袴田さんに一つの動画全部喋ってもらえる、はい、いやいや、やばいやばい、それは。そうだ、何してるんですか、その人。聞いてる。怖い。